魅力的な動画が届いておりまして、それがですね、倉手町の職員採用募集動画ということなんです、はい、こちら。筋トレを始めて9ヶ月、僕の筋肉はトレーニングの量に応えるように確実にでかくなっている。筋肉は裏切らない。それはこの街も同じだ。倉手町と筋肉の出たんいい話。いや、いかがですか。何の動画でしたっけ。っ倉手町のジムですか。もう倉手町も筋肉も裏切らないんですよ、うん、そういう動画なんですよ。泣いてるんですか。実はですね、このタンクトップの男性、倉手町役場の職員、石井純喜さんなんですね、はい、で構成も出演も編集も全部自分でやってる。そう考えるとクオリティ高くないですか。すごい高いです。何でも自分でやっちゃうわけなんですね、うんうん、でこの動画のこだわりがあるということなんです、はい、こちらです。こだわりはロッキーのように生卵を飲むところ。さっき飲んでましたよね。そう、こちらの画像、実際に飲んでるんですよ。体張ってますね。野上養鶏場のために文字通り一肌脱いでくれたわけなんですね。ちなみに角度にこだわりすぎて3回撮り直したということなんですね。ただ現在職員募集中で、ホームページのアクセス数1週間で400件から2日で1000件まで増えて、募集も増えたんですか。募集の情報入ってきてないです。それはわからないということなんですけどね。フルで動画を見たいという方は倉手町役場のホームページからご覧いただけます。